今から今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。他のクラスの子たちも作品展の準備を進めている中、桃組でも着々と作品展へ向けての準備を今日も進めていきました。でまず今日は個人制作をやるよっていう話をしていたところ、すみれ組のお友達が失礼しますって入ってきて、個人制作を見せてくださいってこう来たんですね。こうすみれさん の, あの挨拶だったり、ニコニコしながらこう楽しそうに入ってくる姿とかを見て、あ、可愛いなっていう気持ちになりました。また桃組さんのお友達もこうすみれさんにこう見せてくださいって言われて、いいよとかどうぞとかっていう声かけがあったりとか、こう僕のこれだよってこうちょっと得意げにこうすみれさんにこう言ってる姿とかを見て、こうとてもほっこりしました。で今日は個人制作の色染めをやったりとか、あとは桃組さんが大好きな絵の具の方もやりました。で今日は水彩が3回目だったんですけれども、こう1回目2回目はこう絵の具でこう色を塗って楽しむとかそのくらいだったんですけども、3回目はこう何を描きたいって、僕はあれを描くんだ、私はこういうの描きたいっていう、こう自分のイメージをこう形にこう表現して描くことができていて、とても成長を感じました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。